さんの琵琶湖バイタル研究所スタート。はい、ついにやってまいりました。やってまいりましたよ。はい、今日も、大和と達郎でビジネストークなんですが、今日はですね、ついに、LINE と Yahoo について触れてしまおうかなと思っております。ついにですか。ついに僕ら LINE のね、サポートとかさせていただいてますけども、企業さんに向けてね、ついに行きましたから。はい、LINE と Yahoo が、統合しましたね。発表しましたね、はい、来年の、10月だったかな、実際にね、実際に動き出すのには、統合すると。それまでは、競合関係でやっていくっていうふうに、出ましたけども、今回 Yahoo と LINE 統合して、LINE の井出沢さんとね、Yahoo の川辺さんと、社長さん、僕も好きな社長さんなんですけど、どこにごますっとんねや。いや、LINE の、役員にさせてもらえませんかという、冗談でございます。嫌でございます。はい。いや、ないよ。いや、ご縁を大きくしないと。そうですね。ご縁と LINE 系統合みたいなね。そうですね。いや、そんな嬉しいな。将来ね。こっちが上か。潰されるわ。やめとこう。やっちゃってる、今やった。これ、ナダルですね。はい、やっちゃってるですね。はい。はい、最近ナダルとグルーさんとか言いますけどね、怪盗グルーとか言いますけどね、はい、そんなことは置いといて、ね、はい、Yahoo と LINE が、統合するということですよ。僕ら LINE の正規代理店の、資格も、なんていうの、こう一緒にやらせていただいているパートナーさんがいたりとか、LINE アット、LINE 公式アカウントとこう企業の LINE がね、どんどんこう増えてきてですね、でそれを、LINE の本社さんからこう情報をいただいたりとかですね、株式会社リンクさんというところを通してなんですけども、情報をいただいてるわけですよ。どういう、LINE の使い方があるとか、審査が通りやすくなるとか、いろんなこう優遇をさせていただいてるわけですよ。保証がかけれるとか、でその中でですよ、 LINE と Yahoo が統合するというニュースがポンと出てきてね、 LINE だとなくなっちゃうかってちょっと最初思ったけど、なくならないでしょ。なくならないでしょ、間違いなく、そう。でも世間はやっぱり LINEPay と PayPay が統合するっていうので、キャッシュレスが一本化されるんじゃないかっていうところに多分一番目を向けられてると思うんですよね。そこについてはどう思う？実際に今、PayPay、国内で、日本国内のシェアでいうと、PayPay、楽天ペイ、LINEPay、この3社が、トップ3であると。そうやね。楽天ペイはね、最初にやったから先行者利益みたいな感じには正直なってると思うんやけど、基本的には PayPay と LINEPay が2強なのかなっていう感じかな。そうなんですよね。なので、そこがね、統合してしまったら、敵なしになってくるかなと思うのと、僕自身は、Yahoo って最近 ZOZO も買収しましたね。僕の勝手な個人の見解です。入れてくださいね、これね。個人の見解です。潰さないでください。Yahoo は、なんかいろんなことで、Yahoo ってね、多分日本国民大体名前知ってるんですよ。大体名前知ってる。ヤホーね。ヤホー。はい。ないですよ、それ。大体ね、名前を知ってると思うんですよ、皆さん。でも、ようよう考えてみてください。全部でね、1位じゃないんですよ。例えば、僕は検索エンジン、Google 使ってるので、使ってるでしょ。Yahoo じゃないじゃないですか。Yahoo ショッピングってあんま使わないです。Amazon。わかった。俺も言おうとしてると分かった。とかね。はい、あるんですよ、はい、なのでそのなんかこうショッピングはZOZO とかね、Amazon とかね、楽天も強いですけどね、僕は服よく買うんで ZOZO とかよく見るんですけど、なんかこうめちゃめちゃブランドバリューはあるけど、ブランドネームは強いけど、それぞれの分野でね、1位じゃない、メッセンジャーアプリでも1位じゃなかったみたいなところがあるんで、ZOZO、買収するとか LINE のこと買収してなんかこう1位を参加みたいなちょっと似てるな。山やな、山。何がやばい。器用貧乏やろ。そうですよね。そうやろ。器用貧乏の最たる例です。怒られてよ、ほんま。ヤフーめちゃめちゃ大企業やんか。でも、だからそこで資金力とかあるんで、やっぱそこで。ヤフーといえば、PayPay ですよね。やっと1位取ったかったんじゃない。
そうそうそう、まあ、ペイペイとソフトバンクがね、まあ、共同出資してる会社、うん、まあね、うん、あ、ペイペイじゃん、ヤフーとソフトバンクが共同出資してる会社がペイペイなんで、まあ、1位と言っても半分ずっこなんですけどね、まあまあまあ、まあ、まあそこは許したって、まあ、でも、うん、そこを通ることによって、まあ、盤石になるのかなっていう印象はありますね。確かにヤフーって、まあ、なんかこう、まあ、2番を、まあ、惜しいところまで行くんやけど、なんか他のところの、その、なんて、これを突き詰めてる企業に負けちゃってるっていうイメージはあったよね。そうそう、ヤフーは僕なんですよ。僕がヤフーなんですよ。僕がヤフーなんですよ。ヤフーさん。僕がヤフーなんですよ。オッケーオッケー。了解了解。うん。でもそこをね、まあ、業務提携したというところで。で、まあ、LINE はね、うん、日本とタイと台湾ではシェア1。メッセンジャーアプリで。メッセンジャーアプリでシェア1を取ってますので、うん、そこのまあユーザーを囲い込んで、うん、決済端末として使っていただいたりだったりとか、うん、そこから、ちょっと僕もね、調べたらいろんなワードが出てきて、うん、スーパーアプリ、ね。スーパーアプリ。はい。WeChat とか有名ね。WeChat とかも有名ですよね。うん、その辺がいろいろあるんですけども、まあ、アプリはもう、そういうふうに進んでいくと。そうね、もうアプリ一つで何でもできると、うん。アプリの中にアプリがあって、アプリの中にそのまた、中にアプリがあってっていう形で、うん。なので、そこのモバイルでのアプリの占有時間。お客さんとのユーザーとの接触時間をどんだけ取れるかによって、うん、変わってくるぞと。そうやね。うん、そういうことですね、うんうんうん。なるほど。でも、LINE と Yahoo、この、なんてやろ、統合して、うん、まあ、どっちも結構ユーザー数いるやんか。いますね、うん。前に出てくるのはどっちだと思う？多分、いや、LINE でしょ。LINE でしょ。メッセンジャーアプリの、そう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 、窓口として、LINE が最初に出てきて、で、窓口があって、その中にコンテンツとして Yahoo もあるよっていう形だから、実質やっぱり LINE がないと、どうにもならんのちゃうかなって。ね、僕が思うに、その今、うんうん、PayPay って、うん、Alipay も使えるじゃないですか。Alipay、WeChat Pay。うん、WeChat 使えるの？ WeChat 多分使えるんちゃう？あ、使える。あ、LINE Pay の方かな。LINE Pay は Alipay と WeChat Pay 使えるよ。使える使える、使えるのよ。そうなんですか。そうやね、使えるのよ、うん、なので、まあ、なんかそのペイペイの QR でも、うん、LINE ペイの QR でもどっちでも、うん、どっちでも払えますよ、なるほどなるほど、みたいなことができるのかなと、うん、そういうふうに設定していって、あ、窓口を、だからそのペイの方では、うん、どちらかというとペイペイが窓口になるんちゃうかなっていう、と、ね、まあ、やっぱりメッセンジャーアプリとしては LINE が強いので、うん、その中にまあいろんなことを盛り込んでいく。なるほど。母体はどこになる？母体は LINE じゃなくて Yahoo。 だって Yahoo と LINE が、いや、俺母体の入り口は LINE やと思うな。これはどうやろ、メッセンジャーアプリやねって。で、その中にだって今だってそうや、 LINE アットがあって LINE ニュースがあって、LINE の中に LINE アットも混在してニュースも混在してっていう形になってるやんか。まあまあまあ、確かにね、メッセンジャーアプリであるんで、矢面に立つのはヤフーかなっていうところ、ね、うん、ああ、なるほど、うんうんうん。確かにね。俺、LINE 入り口派。LINE 入り口派。いや、矢面に立つのは LINE かなっていうのね。うんうん、なるほど、なるほど。まあそこは一致してるんや。そう、確かに、ね。なるほど。うんうんうん、まあ、導入部としてはね。そうやね。で、一応その、まあ、結構皆さん LINE Pay と LINE、PayPay をこう、目を向けると思うんやけど、うん、そうじゃなくて LINE アットはどうなるんやという話ですよ。おお、どうなるんですか、うん、だからその、まあ、LINE アットなくなるんちゃうかと思ったけど、そんなことも絶対ないし、メッセンジャーアプリとして LINE があるから Yahoo は、統合しようって思ったわけで、まあ、LINE アットもその中の一つやと思うんですよね、うんうん、でその LINE アットは、今現在 LINE Pay で決済したらLINE Pay の管理画面で、設定をしておくと LINE Pay と LINE アットがガッチャンコするわけよ、うんうんうん、だから LINE Pay で決済をすると企業の LINE にも一緒に登録できるよっていう仕組みを持ってるから、うん、そこをどん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  PayPay と LINE Pay がこうねクロスすることによってどんどん増えていくんちゃうかなっていうイメージかな、うんうん、確かにね、うん、だからその LINE アットの登録者数をどんどん増やすツールが一気に増えるんじゃないかと思ってて、うん、そこがほんまに強みになって僕らの、まあ、コンサルも幅が利くようになるんじゃないかなって
正直ちょっとだけ思ってる、うん、希望的観測、希望的観測なんやけど、でも本当にどうなるかこれから本当に分からいい意味で分からない、そうやね、可能性が、ね、あるかなと思うんでね、うん、そこを、まあ僕たちの強みにね、うん、でしていけたらいいかなとは思うんですけど、うんうんうん、ちなみに LINE の中でできるようになったら嬉しいなみたいな、統合というかそのスーパーアプリとして、LINE の中でできるようになったらいいなってサービスとか何かある？ LINE の中でできるように、うん、今そのアプリがこう分散してるわけやんか、いっぱい、うん、それを一つ一つこう合併していって LINE の中で全てできるようになるとするならば何ができたら嬉しい？うん、それは Yahoo 関係なく、まあ、ヤフー関係なく、だからヤフーが他、例えば今メルカリも買収しようかなみたいな話も出てるし、しようかな、そうそうそう、それが大きい話ですよ、実現するか分からへんけど、うまあそういうショッピング EC サイトもいろいろ統合されるやろうし、うん、そう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 、 LINE でできたら便利やなと思うことか、うん、まあ、僕は個人的には LINE 電話でお店に電話かけれたらいいなと思う。ああ、なるほどね、うんうんうん、でそこでもう電話終わったら決済できるとか最高やね、うん、その LINE Pay とか PayPay から勝手にこうその課金されていて、勝 手, に、まあ、勝手にはないかいまあどういうサービスになるか分からんけど、まあ、LINE、まあ、ネットで調べて電話でかける、うん、まあまあ LINE せめてね、まあまあかけれるかけるんか、うん、LINE アットもね電話予約で登録しようって電話番号にかけることもできるんで、まあできるっちゃできるけど、はい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 、LINE でも使う必要ないんか、うん、俺 LINE とあのライブ配信アプリ、うん、まあ、LINE ライブって今正直あるけど、なんかもうちょっと大きいとこあるやんか、17とかさ、うん、ショールームとかあるやんか、うん、だからそういうとこと合併したらなんか LINE のトークの中でそういうのが見れたりとか、うん、通知が来て、まあ、でもオープンチャットもね、まあまあまあ、まあ、あれちょっと滑ってるっしょ、あれ滑ってるっしょ、オープンチャット、うん、めちゃくちゃ滑ってると言ったらごめんなさい、ごめんなさい、滑ってると言えば LINE のストーリーですよあれは滑ってますよ。あれはなんかよくわからん、はい、モデルさんのストーリーしか上がってこないから。オープンチャットもね、ほんまに何？オンラインサロンの受け皿として、ね、Facebook の秘密のグループみたいな感じで使えるかなと思ってる、数値も多いし、ちょっと改善が必要なのかなと思うんですけど、どうでしょうか、LINE の本社の方。どうでしょうか。思ってるのは、はい、LINE がここまで、LINE がここまで普及したのは、やっぱりクローズドが SNS。そうやね。クローズドなメッセンジャーアプリやから、インスタとかフェイスブックと差別ができたんですよ。一対一のやり取りに、効率化できて、できるっていうのがやっぱり一番の魅力だと思うので、ね、そこで、その、インスタとかフェイスブックはまだストーリーズっていう広い方に向けてリーチするツールが受けるんですけど、LINE とはちょっと違うかな。そうやな、そこはでも、あえて差別化しなあかんとこかもしれない。だからそのなんか、オープン、プルとプッシュとね。だから僕は、やっちゃってると思いますね。やっちゃってる。もうやめとこう。やっちゃってる。俺あれ欲しいなの、ザコシです。ザコシのサブ、ガチャ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 って。福山雅治のさ。知ってる。知ってる。あの、ガチャガチャガチャって。眠たくなっちゃった。インスタグラムの真似というか、二番煎じ。なっちゃってる。それあなた、ヤフーよ。ヤマーやろ。何の話なんか分からんけど、ヤフーね。まあでも、こんなことでね、うん、まあ、今後、まあ、僕たちも、まあ、いい意味でどうなるか分からないんでね、うん、これをこう、まあ、皆さんのコンサルというか、皆さんのお店さんの盛り上げにね、どんどん使っていけたらいいなと思って、ね、なんで、あとはその先を考えなきゃね。だから、例えば、LINE Pay、PayPay で、LINE アットに登録自動的にさせられます。そうなってくると、ユーザーさんの、まあ、お客さんだよね。お客さんの、登録してる LINE の数がめちゃめちゃ増えます。ピロ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 うっさくなります。そうなるとブロックが増えたり、見られなくなっちゃいます。ということは、一つまとまった何か LINE のアプリを作った方がいいんじゃないかとかね。一つまとまった LINE なんだ。そうそう、そのポータルサイトを LINE の中で作っちゃって、そのアカウントを運用するとか、そうそう、そういうのをちょっとやってみたいなとも思ってます。それはつまりまあシルエット、つまりシルエット、はい、まあまあ、別の動画で、ね、構想があるんですよ、はい、別の動画でね、そうそう、まあ、エリアマーケティングというか、まあ、いろんな、まあ、LINE アットを、まあ、お客さんが登録複数しなくても情報が受け取れるようなサービスとかがあればなと思ってるんで、そういうのも今構想練り中です。